巨大 IT 企業への規制を検討する政府の有識者会議は、取引条件の開示を義務付ける新たな法律の策定などを求める案を示しました。 Google や Amazon などの巨大 IT 企業は、企業規模を背景に取引相手に対して一方的に不利な契約条件を求めることが問題視されています。今回示された規制強化策では、取引条件の開示を義務付けたり、批判があった場合に罰金などの行政処分ができる新たな法律を策定することを求めています。政府は今後、この夏に策定する成長戦略に反映させる方針です。